今回レビューしていくのはこちら、島原そうめん。夏になるとダイソーでよく見かけるそうめんね。一束 50g、5束で108円なのだ。かなり安いけど、それなりの理由があるのよね。まずはパッケージの裏側を見てほしいのだ。ここに、手延べではありませんって書かれているのだ。手延べって何？超簡単に言うと、手作業で作られているものが手延べなのだ。手作業？めちゃくちゃ大変そうね。今回は違いを分かりやすく説明するために、そうめん界の大スター、揖保乃糸さんにも来てもらったのだ。わあ、ちょっとお高いけど美味しいのよね。ここを見てほしいのだ。あ、手延べ。裏側の名称にも手延べそうめんの記載があるのだ。対して機械で作ってる島原そうめんは干しそうめんと書かれているのだ。激安機械麺は果たして美味しいのかしら。早速茹でていくんだけど、そうめんを美味しく茹でるコツとしては、まずはできるだけたっぷりのお湯で茹でることなのだ。お湯が少ないと溶け出した成分で麺同士がくっついてしまったり、べっとりした仕上がりになってしまうのよね。今回は約2分間茹でていくのだ。茹で上がったわね。そしたら次に重要なのが、冷水で締めてぬめりを洗い落としてあげることなのだ。これでそうめんの食感が決まると言っても過言ではないわね。水を切って適当に盛り付けたら、ダイソー島原そうめんの完成なのだ。美味しそう。今回は同じくダイソーのめんつゆでいただくのだ。これ普通に美味しいのよね。いただきます。見た目は普通のそうめんね。うん、普通に美味しいんだけど、なんというかちょっとだけコシが弱いわね。実はそれが機械麺の特徴なのだ。舌触りもなんとも言えない感じ。冒頭でも言ったように、手延べ麺というのは手作業が多く、かなりの手間暇かかっていて、その工程を機械に任せるということは、これくらいのクオリティでも仕方のないことなので、実際に揖保乃糸の茹で上がりと比べてみてほしいのだ。わあ、ツヤが全然違う。もちろん風味もよく、コシもかなりあるのだ。まあ値段が3倍くらい違うし、当然よね。うむ、でも最近そんな機械麺をめちゃくちゃ美味しくしてしまう商品をダイソーで発見してしまったのだ。何それ、気になる。それがこちら、納豆薬味なのだ。納豆？ダイソーの乾麺コーナーの近くに置いてあるから探してみてほしいのだ。ちょっと待って、急に出てきた納豆にまだ理解が追いついてないんだけど。まあとりあえず食べてみてほしいのだ。いただきます。これめっちゃ美味しい。気に入ってくれてよかったのだ。納豆の風味と少しとろみが加わったつゆがこの麺と相性抜群ね。そのまま食べるとポソッとした麺も納豆のとろみでコーティングされて、つるんと美味しくいただけるのだ。舌触りと喉越しが良くなってお箸が止まらないわ。ごちそうさまでした。今回は100円のそうめんを食べてみたけど、麺の質は値段を考えたらまあまあなクオリティだったのだ。でも量を考えるとかなりコスパはいいと思うわ。ただ麺が伸びるのも早いので、茹でたらなるべくすぐに食べることをおすすめするのだ。それにしてもこの納豆薬味が美味しくて、見かけたらまたセットで買おうと思うわ。これからどんどん暑くなってくるので、冷たい納豆そうめん食べて熱中症に気をつけてお過ごしくださいなのだ。では今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。のだ。